こんにちは。のんびり経済学者のケンジです。いつもご視聴ありがとうございます。今日のおすすめ銘柄は8152ソマールです。この会社はですね、約半年ぐらい前にですね、一度紹介したんですけれども、相変わらず割安ですね。割安といってもですね、チャートを見てもらっても分かると思いますけれども、徐々にですね、綺麗な右肩上がりでですね、株価は上がってきております。ですけれども、まだまだ割安ですね。まあ、多少注目してくれた人がいるんだと思いますけれども、はい、 PER が 5.98、PBR は 0.48 ですね。かなり割安です。そして配当利回りがですね 1.61% です。もうちょっと欲しいところですけれども、まあないよりはマシですので、これぐらいあったらいいということにしましょう。はい、ですね、この会社はですね、製紙、電子、自動車、情報関連業界向け機能性化学材料が主体ですね。まあ幅広くいろいろやってるみたいで、何のことかよくわからないと思いますので、皆さんもですね、ホームページを見てみてくださいね。はい、それとですね、この PER と PBR の数値はですね、これはいつも言ってます通り今現在の数値ですので、皆さんがですねこの動画を見た時には、変わっている場合があると思います。はい、その時はですね気をつけてくださいね。この PER がですねあまりにも上がっている時はですね気をつけてくださいね。まあだいたい15倍ぐらいまでは割安ということで、そういうことに割安ということにですねされてますので、ね、まあ買っても問題ないと思いますけれども、はい、あまり高くなっているようならば気をつけてみてください。はい、そういうことでですね、このソマールさん、まだまだ割安でですね、これからもまだ上がる余地はあると思いますので、気になった方は買ってみてくださいね。はい、それでは今日ものんびりと参りましょう。